ダブリン港はリフィーカ港にあるアイルランドの主要な国際貿易港。アイルランドの港湾交通の約3分の2がこの港を経由しており、アイルランド島で最も交通量の多い港となっている。最近ではダブリンのノースサイドの東端に位置する港とその土地を中心に南側の区画も含めて250億から300億ユーロの評価を受けている。 中世のダブリン港は現在の港から数キロメートル上流のクライストチャーチ大聖堂近くのリフィ川の南岸にあった。1715年には高校を守るために南大壁が建設された。南大壁の端にあるプールベック灯台は1767年に建設された。1800年、ウィリアム・ブライが行ったダブリン湾の調査で、 ブルウォールの建設が推奨された。1842年にブルウォールが完成すると、その背後に砂が堆積し、ゆっくりとブル島が形成された。1791年にカスタムハウスがさらに下流に建設された後、港は河口の北岸に下流に移動し、現在の国際金融サービスセンターがある。港湾交通に伴う騒音や汚れは、 マウントジョイヒロバチックの衰退を招き、裕福な家庭がサウスサイドに移り住むようになった。20世紀後半のコンテナリゼーションの進展により、港は新しい埠頭の建設を可能にするために1マイル下流へと徐々に移動していった。ターミナル内港の主な活動は、貨物処理で大型コンテナ船から小型ディーゼルライターまで幅広い船が毎日訪れている。ロー 同船の旅客フェリーはアイリッシュ海を横断してウェールズのホリーヘッド、イングランドのリバプール、下記には万島のダグラスへ定期的に運航している。ダブリン港はクルーズ客船のドッキングポイントとしても利用されるケースが増えている。セレブリティエクリップスは2018年4月29日にダブリンに母港を開始した。港湾当局は 2017年に217隻のクルーズ船の訪問を報告し、2018年には251隻の訪問を予想していた。ブランチ通りのプロムナード通りとトルカガンペキ通りの間に仮設施設第7ターミナルが作られ、プロムナード通りから入ることで、クルーズ客のチェックインと荷物の預け入れが可能になった。ダブリン港、車9 9 7年2月28日に、 法人化された半国へのダブリン公社が運営しており、本部はリフィ側の北側の入り口付近にある。ダブリン公社によると、2019年の総トン数の合計輸入量は3810万トン、乗客数は194万9229人だった。同年には7898隻の船舶が入港した。ダブリンコのリー駅からダブリン港までは、 アミアンズ通りからストア通りに入る角を曲がったところにある路面電車のルアス線路の横を歩いていくか、ダブリンバスがフェリーターミナルまで運行しているブサラスまで一駅のルアスに乗っていくか、ダブリンバスの53番線か、タクシーで行くことができる。貨物列車ウッドワース、パリー、ダブリン、エスアクシデンタルアイランド。ザ・アイリッシュタイムズ2019年4月23日、閲覧。 スティームパケットカンパニー。www.steam-packet.com。2020年8月12日閲覧。ダブリンポート。ダブリンポート。2020年8月12日閲覧。トレードスタティスティックス。ダブリンポート。2020年8月12日閲覧。53ダブリンバス。 www.dublinbus.ie.2020 年8月12日閲覧ありがとうございます。